おはようございます。渡辺水香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2022年3月10日です。はい。えっ、ー、と、だんだん春。 らしくなってはきましたけれども、まだ朝晩は少しね、寒い時もあります。ということで、今日お届けしたいカルダノの記事はこちらなんですけれども、カルダノ TVL growing at breakneck pace factors that could propel it to 1 billion dollars in no time ということで、何がね、10億ドルなのかっていうところなんですけれども、これはカルダノの DEX に あの、まあ、今、ロックされている、その金額のことですね。これが、ま、今にも10億ドルに達するのではないか。じゃあ、いつなのかというね、まあ、そういうことを、あの、報道した記事であります。でですね、あの価格の方を見ていきますと、今、カルダのエーダは、時価総額第,第9位ですね。はい、98円59銭、あ48銭で取引されています。 ということで、まあ、あの、必ずしもね、この、えっ、ー、と、報道されている内容とその価格がね、一致するっていうのは、まあ、でもほぼないんですよね。今まで見てきても、もうほぼほぼね、 あの、まあ、去年のアロンドハードフォークの時はほぼ期待と一致しましたけれども、なかなかね、そういうことっていうのはないんですよ。でも、あの、どのような状況の時でも、カルダノは開発だけはきちんと進めていますので、その点はね、あの、安心してね、見守っていける、また、コミュニティの活動も活発ですのでね、あの、まあ、そういう意味では、安心して、比較的安心してね、見ていれられるプロジェクトではないかと思います。ということで、はい、あの、今回注目すべきなのは、この TDL が、まあ、いつ10億 ドルに達すするのかという話なんですけどもこの TBL というのはカルダのネットワーク上のカルダのブロックチェーン上の DEX ですね分散型取引所にロックされている金額のことです。このことが話題に取り上げられています。それほど長くない記事になっていますのでお付き合いいただけると嬉しいです。それでは早速中身に入っていきましょう。こちらは3月9日昨日の記事になっています。猛烈な勢いで と言っていますね。力強いですね。猛烈な勢いで成長するカルダノの TBL。すぐにも10億ドルに到達しそうな要因とはと言っています。すぐにも10億ドルに到達するんじゃないか。じゃあ、その要因とは何なのかいつ頃なのかということをね、予測したものになっています。主なポイント。カルダノの DeFi の TBL が最高値を更新している。二つ目。推進派は TBL の数値を押し上げるであろう要因を上げ始めている。 で3つ目、ユースケースが増加したものですね。ユースケースは、はですね、ユースケースは増加したものの、エーダー価格は低迷を続けている。まあ、さっきね、あの、ね、まあ、さっき申し上げた通りでございますで。カルダノのディファイエコシステムが急成長を指し示す衝撃的な数値を記録している。カルダノのディファイエコシステムでほぼ2ヶ月前にロックされた価値の合計 TVL は現在2億ドルに迫っている。 tvl が10億ドルになるのはいつかということで、現在2億ドルに迫っているということで、まあ現時点ではこうですね。じゃあなんでいきなり10億ドルって言うんだよと思いになるかもしれませんが、まあこの記事ではこう言ってますよということでね、先を続けていきましょう。カルダノの推進派が推測。ディファイマーケットアグリゲーター、ディファイラマのデータでは、カルダノブロックチェーン上で動作する全分散型取引所及びアプリケーションにロックされた価値の合計が、新工地を記録した。 新工事でね、記録したえ。本日ピーク時、カルダノの t b l は1億7400万ドルに達した。これは市場参加者の指摘通り目覚ましい飛躍である。つい先週、この t b l は約1億3000万ドルだった。サンデースワップ、メルド、ミンスワップなど、いくつかのデックスが印象的なパフォーマンスを見せており、後者2つは、つまりメルドとミンスワップですね、後者2つは現在それぞれ5000万ドルに迫っているということです。 でカルダノの活発なツイッターコミュニティの著名なメンバーは、1月に最初のデックスが立ち上げられて以来、このプルーフオブステークブロックチェーンでは、毎月7000万ドル以上 TBL が増大していると指摘したということですね。毎月7000万ドル以上 TBL が増大していると指摘した。まあ、よくね、言われるんですけど、カルダノはそんなこと、あの、まあ、スマートコントラクトを実装したって言っても、まだね、デックスの数も少ないし、もねほん、ほんの一握りしかないじゃないかというふうに言われているんですけども、そんな中 というのが、ね、注目されているっていうところがあの、今後また楽しみですね。もうあの、これから立ち上がるデックスはこんなもんじゃないので、これからまだまだ立ち上がってくるので、そうするとこの TBL の伸びもですねあ、あの、すごいことになるんじゃないかということが想像できると思います。そして有識者の間では、この進展によってカルダノの TBL がいつ10億ドルに到達するかを推測しようという流れになった。この問いかけに対し、他の 市場参加者からもいくらかの反応があった。あるオブザーバーは、この TVL の目標が特定の時間に結びつくのではなく、このブロックチェーンがいつステーブルコインを管理できる、ごめんなさいね。<laughs> はい。管理できるようになるかにかかっているとコメントした。現時点では、えー、ごめんなさいね。現時点ではコティのジェットやアルダナなど、 開発中のカルダのネイティブステーブルコインのプロジェクトがいくつか存在する。しかしこのようなプロジェクトはまだリリース日が決まっていないということですね。このネットワーク上で最も早い時期に登場しそうなステーブルコインは USDT と USDC ではないかと思われる。この2つはすでにテストネット段階にあるクロスブリッジのカルダのレイヤー2であるミルコメダがローンチされると導入される可能性がある。 この節目のきっかけとなりそうな別の筋書きとしては、6月に予定されているカルダノのアップグレード後であることも指摘されている。この目標はさらに複雑なダプスを機能させるカルダノ改善提案、カルダノインプルーブメントプロポーザルス、まあ、略して CIP と呼ばれるものですが、これが実施される時期であると説明されているということで、えーと、この節目のきっかけとなりそうな別の筋書きとしてはです、ね、あのまあ、10億ドルに向けて成長を続けていく。その まあえー、と節目になるそのきっかけとしては、6月に予定されている体のアップグレード後なんじゃないかというふうに言われているということですね、そして、えー、とさらに複雑な DAPs を機能させる体の改善提案が実施される時期なんじゃないか、まあ時期であるあの、時期ですよということが説明されているということです。でこの観測は、ブロックチェーンの開発部門である IOHK が最近、6月と10月に2つの大きなアップグレードを計画していると発表したことを受けてのものだ。 この二つのアップグレードでは、それぞれブロックチェーンにいくつかの重要な機能を導入し、カルダノの機能を最適化し、拡張する予定となっている。ということでね、ハイドラも楽しみですね。はい。で、カルダノでの開発は急速に進んでいる。 体の上で構築されるプロジェクトは原則の兆しを見せていないということです。はい、原則の、えー、あの、原則し,しようがないですね。もう本当に、あの、たくさんのプロジェクトが控えているんでね、これからどんどん立ち上がるだけですのでね、原則の兆しを見せていない。多くのプロジェクトがこれまでに重要な発表をしている。サンデースワップはコミュニティガバナンスの実装とともにですね。 えっと、ごめんなさいね。<laughs> コミュニティガバナンスの実装とともに、最初の実行を完了したことを明らかにした。また、このデックスは、そのプロトコルと、相互採用できるウォレットをさらに3つ統合した。あ、なんかウォレット増えてましたよね。最初のアミウォレットと CC ゴールトだけだったんですけどね。またいくつかの追加、3つ追加されていました。はい。で、同じくミンスワップは、さらに多くの流動性プールが、プラットフォームに追加されたことを明らかにした。一方、さ、えーあい、一方、エーダ価格は、 暗号市場の他のコインと共に加工している。エイダは現在0.85ドルで取引されており、過去24時間では5.27%上昇している。ということで、まあ若干上昇してはいるんですけども、さっきね、あの、申し上げた通りになっています。ということで、まあ、あの、価格はどうあれですね、あの、市場の状況はどうあれ、これまあ、市場全体に、そしてあの、暗号通貨に限らず、今ですね、あの、まあ、ナスダックにしても、日経平均にしても、あの、金、え、まあ、金市場に いろいろな社会情勢、主にあのウクライナ侵攻によって、あと世界中でも、ね、実はいろいろ紛争は起きているわけですけれども、そのような社会,社会情勢によってです、ね、例の感染症のこともそうですけれども、いろいろなあのシ,ョショックというものがこの市場に起きていますで、そういう中で、まあ、あまり、ね、これ言うと不謹慎かもしれませんけれども、あの今年はまた、ね、例年に見ないような値動きがあって、そこにもね、 あの、ま、あ 楽しみといったら本当にね、不謹慎なんですけども、その値動きに関しましてですね、思いもよらない、まあ、変動が起こるのではないかと思われるという意味ではね、あの、まあ、楽しみというよりはその注目、まあ目が離せないといいますかですね、あの、まあ、注目に値するところであります。まあ、あの、注目に値するんですけども、その、まあ値動きに左右されずに常に、あの、この開発をですね、あの、目指す目標に向かって進めているのがカルダノです。で、あの TV L、TVL を決してね、TVL をの伸ばすということを目標にして、 いるのではなく、カルダノの目標というのはあくまでも、あの、世界を変えるブロックチェーンを作ること、そしてそこに、あの、金融包摂という目標があって、これまで、えっ、ー、と、 まあ、金、金融サービスにアクセスできなかった方たちを、まあ、金融包摂するっていうんでしょうかね。あの、そういう方たちを含めて、金融活動に参加していただき、金融サービスにもアクセスしていただくという、あの、そういうことを実現したいとしてですね、アフリカを中心として、まあ、アフリカはその最優重要事項の、あの、まあ、一つに加えてですね、今開発を進めているところでございます。で、その目標は、あの、一切変わらず、そこに向けて、あの、ぶれることなく進んでいますので、 そういう意味でもね、安心していただけるプロジェクトなのではないかと思います。ということであの、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またいつもたくさんのいいねをありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。